新型コロナウイルス、世界中で猛威を振るっており、現在行動にいろいろ制限がかかっている厄介なウイルス。そんな中、ついにワクチン接種が始まった。2021年6月23日、30代のウプニスにも接種券が来たが、大規模接種センター全然予約取れず、一瞬復活する枠も瞬殺、それを見逃すなよ、リロードする虚しい時間。せっかく接種券が早めに来たのに、どうやったら簡単に予約が取れるのか。すると SNS で大規模接種センターには当日枠があり、朝から並べば接種できたとの情報が。そこでドキュメンタリー番組、朝から並べば本当にワクチンが打てるのか、体を張って確かめたい。手からご使用ください。ただいま2時42分でございます。ハイビームをつけて歩行者に注意しましょう。これから大手町に向けて出発します。神田橋にやってまいりました。普通に並べてしまった。はい、こちらの列はですね、予約されてない方の待っていただく列です。接種券と身分証明書ないと受けられませんが、大丈夫でしょうか。はい、列の長さも長くなってきた。そして午前6時半過ぎと、その時、普段なかなか大手町では見られない自衛隊車両が。ついに入場。入場から退場まで1時間、運営はとってもスムーズでした。自衛隊および関係者の皆様、ありがとうございました。無事接種を終え、会場を後にする。終わりました。1回目のワクチン接種が終わりました。いやー、とても、スムーズで、オペレーショナルエクセレンスそのものでした。本当に、おそらく行列並んで経過観察して出て1時間ぐらいですかね。とてもテキパキしてました。いやー、素晴らしい。いや、ありがとうございました。そしてね、ようやくあと1回打てば一旦ワクチンは終了ということで、まだ残ってますが、とても感慨深いものがありますね。ようやく、これまで一振りで打てそうな瞬間がやってくるということで、今とても考えたい気持ちになっております。以上です。